今回もビースト、動画という形で、ご案内させていただくんですけども、はい、今回ちょっと番外編みたいな形番外編なんですね、になっちゃうというか、僕個人のちょっと疑問っていうか、はい、あ、疑問ですね。実はずっとあったんですよ。はいはいはい。それちょっと伺ってもいいですか？なんか緊張しますね、どうぞ。あ、本当ですか？今までいろんな、まあ、これからもそうだと思うんですけど、トレーニング動画とかアップしてるじゃないですか。はい。で、ビーストチームのあの、開くトレーナーって、はい。おりましたよね。明らかですね。あの、はいはい、脱いで、脱いだ状態で筋トレを真似して。はい。で、シンプルな疑問なんですね。はい。あの、ああいう場面で、もうまさにカリスマトレーナーのこのビス先生。うん。なぜビス先生は脱がないのかなっていうか、せっかくこう、多分、筋肉あるのかもしれ、かもしれないって言ったりするんですけども、はいはいはい、あるのになって思ったんですね。正直、はい、筋肉本当にあるんですか、李先生。なるほど。ちょっと気になっちゃったんですけど。ああ、そこですよね。はい。いや、別に、はい、わざわざ脱ぐこともないかなっていうのが正直なところだったんですけども。まあそうですよね。まあ確かに、うん、ちょっと説得力が、ちょっと欠けるかなっていうのがあるんで。ちょっとぜひどうですか、今日。今、減量中でしたっけ？あ、今そうですね。今、少し落としてますね。なるほど。今日ちょうどチートデーで、さっきも水2リットル飲んだばっかりなんで、マジですか？ブヨブヨしてるかもしれないです、まあ、それでもよければ。ちょっとじゃあ、まあ、減量の途中経過っていう形ではありますけども、まあね、はい、どんな感じなんですか、これは。ちょっと脱いでみましょうか。はい。おー、でかいっすね。今がこんな感じですね。はい、おー、これで減量中なんですね。あ、まあ、全然筋肉残ってません、でかさっていうか。そうですね、やっぱり減量中の鉄則としてはやっぱり筋肉量を落とせないっていうことが鉄則なんで、まあ、鉄則になりますので、あとは私はやっぱりこう大きい体っていうのが好きなので、はい、まあ、自分自身はなるべくサイズを残して減量していくっていうのがまあ一つのテーマですね。あ、まあそうですね、日々培ってきた筋肉。そうですね。ちょっとここでまた疑問あるんですけど、はい、ビス先生のこう俺の真骨頂みたいな筋肉の部位ってあるんですか？ここの俺のここの筋肉見ろみたいな。なんかあるんですか？そうですね、昔は胸がちっちゃかったんですけども、そうですか、全然胸の筋肉なかったのが、はい、今結構ついてきたかなっていうのもありますよね。あれだってなんかベンチプレスの大会とかも出てるって。そうですね、まあ県レベルですけど、県だと優勝7回ぐらいですかね。7回ってすごいですね。いやでもまあ本当のねベンチプレスの方々とは全然比較にならないですよね。でかいですね。そうですね、胸は結構ついてきたかなっていう感じありますね、うん、ただ昔から言われるのはやっぱり肩、背中周りですかね。肩も結構。そうですね。後ろとかどうですか？後ろですか？はい、後ろはもうこんな感じ。うわぁ、いわゆる鬼の顔が。あ、出ますか？ちょっと出てる感じになっちゃってますよ。そうですね、まあ、腕はそうですね、結構太いっていうのは言われますね。その二の腕なんすか？どうやってそうなるんすか？まあでもまだ絞れてないので、はい、こっから、そうですね、あと、まあ、最低5キロ、目標6キロと、はいはい、ちょっと頑張っていかなきゃいけないんで、いやすごいっすね、これは。まあ、でもまあ、トレーニングと食事をちゃんとやっていけば、そんな難しいことではないと思いますね。あ、うん、日々おっしゃっていただいてる、動画でもおっしゃっていただいてる、ああいったものをこうちゃんとやっていけばっていう話ですよね。そうですね、うん、あとよく聞かれるのが、いや僕ここまではなりたくないんですみたいな意見も聞かれるんですけど、はい、僕も正直今そう思っちゃいました。あ、思っちゃいました、はい、うわって思っちゃいました。すごいけどどうなんですかそれって。あ、そうですね、ただ私の答えとしては、はい、じゃあいわゆるこう細くて引き締まった体に、うん、まあ、1年や2年かけて、はい、時間をかけて仕上げていくのと、うん、2ヶ月3ヶ月かけて仕上げていくのだったらどっちがいいですかって聞くんですけど、どっちがいいですか？答えは一つですよね。早い方がいいですよね、すぐ、うんうん、なんで私も昔はやっぱり筋肉量ってそんなになかったんですよ、はいはい、でもやっぱり私が目標とする体っていうのが、はい、まあ、一人一人理想の姿ってあるじゃないですか。もちろんそれがやっぱかなり大きいサイズが私は好きだったんですね、個人的に。うーん、なので、まあ、それに向けて少しずつ重量を増やしたりとか、はい、食事量を増やしたりとか、まあそっちの方向に向けて頑張ってるだけなんですよね、はい、そっか、目標がシンプルだからこそそこ
こういう数値やれば結果も早く出るってことですね。そうですね。なのでまあ痩せマッチョになりたいとか、まあ、痩せマッチョっていうこともどうかなとは思うんですけど、いう方もある程度やっぱり本気でやってあげた方が、まあ、すぐ結果も出やすいので、私は個人的にせっかちなので、はい、それがおすすめですね。それがこう好転してこういった形に、そうですね、いいになってますね。私の人生の中でリハビリ期間は4年ほどあるんですけども、長いですね。そうですね、いろんな怪我もしてるので、はい、ただまあそういった怪我をしてる私なんかでもここまで、はい、まあそんなねものすごい方じゃないですけど、はい、まあ、ある程度はつけれていますので、うーん、一般の方はね、そういった怪我を抱えている方も少ないと思うので、はい、まあ、そうですね。そうですね。うん、あ、分かりました。はい、最後どうして、こうなんかこう決めポーズじゃないですけど、これをなんかアピールできるポーズってあるんですか？ボディビルとかの。なんか見たいですね、そういうの。ああ、じゃあ私は結構サイドチェストが好きなので。サイドチェスト。そうですね。どういったんですか？まあ、よくあるやつですね。このままこう決めて。はい。こう。わあ。また全然変わりますね。そうですね。胸でかいっすね。胸でかいですか？胸から肩でその腕へのこの連動性が素晴らしい。まあまあまあ、はい、でもね、本当すごい頑張ってる方皆さんいっぱいいらっしゃいますので、はい、ちょっと勇気づけられましたね。そうですね、また私も素質がない人間だっていうことでよくよく自覚していますので、まあその話はまた次回。そうですね。思いますね。いや、今日はちょっとすいません、個人的な疑問という形で、はい、お送りしました。本日も水先生ありがとうございました。はい、ありがとうございました。最後まで動画を見ていただきありがとうございます。このチャンネルではダイエット情報やロジカルで効果的な筋トレ法、美容に役立つ栄養やマッサージ情報なんかも続々と公開していきたいと思います。なかなかですね、一般の方が知ることができない暴露情報なんかも公開していきたいと思いますので、気になる方はですね、ぜひこちらのチャンネル登録ボタンを設置しました。こちらになります。真ん中にドーンとありますね。こちらで、すぐチャンネル登録をお願いいたします。またその他の情報ですね、動画では配信できない情報なんかは、メルマガにご登録いただいたあなたにはしっかりとお届けしたいと思います。メルマガ登録はその概要欄に準備しております。こちらですね。今後もより良い情報を公開していきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。